ダニエル・リカルド、フェラーリ移籍の噂も2021年の交渉はまだなんだにゃ。シャルル・ルクレールやマックス・フェルスタッペンが契約延長を決める中、リカルドは2021年についての交渉はまだ開始していないとサンデー・タイムズに語っています。まだ2021年の契約は結んでないし、2020年以降については議論していない。まだ時期尚早だ。2020年にうまくやりたいと思っているし、それが最も簡単で幸せなシナリオだ。僕はそれを望んでいる。フェラーリ移籍の噂については明言を避けています。おそらく常に僕はそこに名前が挙がることになるだろう。僕のイタリアのルーツによって彼らはいつも僕をフェラーリと結びつけている。いろんな名前が挙げられる中で僕もフェラーリに関連付けられ話題に上がるのは嬉しいけどね。ドラえもん解説してほしいにゃ頑張れにゃ。はい、ダニエル・リカルド選手ですね、はい、まあ、オーストラリア出身ですけども、ご両親はねイタリア出身ということで、はい、まあ、イタリア人はもうリチャルド、リチャルドってリチャルドって言ってますけどね。もともとリカルドっていうのはもうイタリア語の名前なんでリチャルドなんですよね。あ、リチャルドって言うんだ、はい、だけど、まあ、本人はオーストラリアの英語読みでリカルド、まあ、リカードっていう言い方なんですけど本当は。そうなんだにゃ。でも半分太郎さんだと思うけど本当のイギリスの英語読みはリキアードなんですよ。イギリス人はリキアードって言うんですけど、へリカルドじゃないんですよ。リカードでもないんです。で、F1 ライフとしては今後どうするだにゃ。リカルド、リカルド、まあ、本人がリカルドっていうんで、まあ、リカルド、まあ、リカードかリカルドなんですけ ど、うん、そうなんだにゃ、はい、うん、まあ、だからみんなリカルドに最初リチャルドとか、うん、なんかいろんな表記があったんですけど、それやっぱりみんな文字面で見てそのまま書いちゃってたから、リカルドとかリチャルドとかバラバラだった。まあ、でも本人に聞いてリカルドだねって言って、はい、リカルドって今まあほぼほぼ統一されてますかね。なるほどね。まあ、そういう出自があるのでイタリアとやっぱりこうつながりがある。もともとトロロッソにもいたじゃないですか。トロロッソでイタリアのチームですから、まあ、その辺は割とこう親和性が良い、まあ、本人も明るい性格だしイタリアっぽいところがあってる。まあ、確かに明るさっていうところだけ見るとイタリアっぽくもあるけど、なんかイメージが湧かないにゃ取ってつけたみたいなニュースだにゃ。ただ、まあ、ルノーに移籍する前も実はフェラーリと交渉していて、なんとか交渉にゃ、覚書みたいなものは交わしてたみたいな話もありましたね。だから6月、確か6月末までに、うん、フェラーリが契約をできるかどうかみたいなそのオプションがあって、そこまでにフェラーリが何もやらなかったんでそれが流れちゃったみたいな。リカルドの問題ではなくて、はい、フェラーリ側が、まあ、使わなかったみたいな感じだった。まあそれなんでリカルドはレッドブル残留かなって言われたら急にルノー行っちゃったっていうのがありましたね。ここからリカルドの人生が下に向いちゃったわけだね。まあ、なので、まあ、リカルドもフェラーリまたね2000、まあ、ルノーに行ってこれで成功してればよかったですけど、まあちょっとねそれな感じではないですよね。そう、すい、もう笑ってるだけの人になっちまったからねなので、まあ、またフェラーリに、行くんじゃないかというね噂もあったりするわけですよ。まあ、ちなみにそのフェラーリとの、まあ、覚書みたいな下交渉みたいなっていうんで言うと、ニコ・ヒュルケンベルグ選手もそういうのありましたよね。それ本当なんやわ。はい。あったんですけど、まあそう、なんかね、ザウバーにいた頃に、まあ、なんかおごにょおごにょおごにょなって、結局、なんか、日もさっちもいかなくなっちゃったんで、最終的にその二人が流れ着いたのがルノーっていうのを楽しみですけど、さっき田中さんが言った、リカルドの人生はそこからみたいな、まさに、なんかそんなこともあるかもしれないですね。まあ、今の状況を考えると、まあ、ルノーに残るも地獄、フェラーリに行くも地獄かなっていう感じですけどね。なるほどね。同じ地獄だったらフェラーリの地獄の方が良くないですかね。じゃあ、割と取って、諦めないでね。多分そこはそれじゃなくて、大きなお世話だねやだと思いますけど、最後のオチは。だいぶ無理があったと思いました、今の展開は。いやいや、行き着くとこはそこのチームだにゃっていう意味でね。ああ。
行くにつかないですよ。お金持ち込めないとあそこ乗れないそうこれちょっと難しいね着地点が。まあリカルドからすればルクレールもフェルスタッペももう2021年の契約が決まってしまったんで、うん、まあ、どん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 2021年のその行き場所っていうのはなくなってきてるわけですよ。なるほど。本当はリカルドもちょっと急いでその2021年のオプションっていうものを考えなきゃいけないのに、本当にこんなこと言ってていいのかなっていう感じはしますけどね。なるほど。2020年にすごいルノーが良くて結果出せれば、うん、彼はその いろんなとこから引く手あまたになるでしょうけど、ルノーが相変わらずあんな感じだと正直誰もうーんっていう感じになるでしょう。ね、早めに動いた方がいいと思うんですけど、動いても話聞いてくれる人がいないかもしれないな。まあだからね、ルノーなのかフェラーリなのかってこんな時期にガイアがねとやかく言うのもね、お世話なんて大きなお世話だね。オッケーオッケー。じゃあ今ところかな。はい、まあね、こんな時期にね、これから2020年だっていうルノーと一緒に頑張っていこうっていう時期にね、フェラーリだのなんだのって言われたらリカルドとしてもね、これは大きなお世話だね。